苫小牧川の取水関と王子取水飛門。苫小牧川は、北海道胆振総合振興局管内を流れ、太平洋に注ぐ二級河川。苫小牧川水系の本流である。北海道胆振総合振興局苫小牧市の丸山園圏から源を発し、高級森林公園から王子紙車有の取水関を経て薄川戸の合流点に達し、元町地区で、 川口宇賀にある、苫小牧灯台付近より、太平洋に注ぐ。アイヌ語で、苫小牧内から出たもの。苫小牧内は、山の方に入ってる、川と解され、孫崎山の奥へ入り込んでる川の井であったものと思われる。かつては、王子製子苫小牧工場の西側を流れ、川口付近で薄川と合流し、高砂町付近で、太平洋に注いでいた。 1952年、糸井地区の土地改良事業に合わせて薄川の分川工事が開始。薄川の下流側に新たに放水路が建設され、1953年以降は別々の川となった。しかし湿地が拾っていた鉄北地区の開発が進むと、苫小牧川流域の水害対策の必要性が浮上。河川の流下断面が不足するため、新たに 製紙工場の上流側で苫小牧川から薄川に向けて水路を掘削し、再び同一の河川にする工事を行うこととなった。改修工事は1984年までに完成。この際、薄川との合流点から下流は苫小牧川に名称変更され、苫小牧川の旧川道時期は遊歩道などに改修されている。現在の流路は住宅地を還流するため、 保全上築定と護岸が施行され、京北橋下流には貯水石が築かれている。また、上流部では、孫崎山の噴火災害に備え、有災家の整備が進められている。青葉地区の河川敷は、パークゴルフ場として利用されている。川口から約 4.5km 上流にある、王子製紙工業用モイトリ水石は、製紙プラント用の工業用水として利水される。かつては、 工場の排水先でもあり、早々期の1911年には、工場の排水により、環境問題も生じたが解消されている。苫小前川流域の山手町一帯は、1960年代までは、湿地帯であり、サバナイ沼が広がっていた。サバナイとは、沼の所有者の名字、スケワナイに由来するものである。沼は、鯉の養殖のほか、夏は、 ボートや冬はスケートが行われるなど、地域住民の憩いの場、レクレーションの場でもあった。しかし、前述の水害対策の必要性から、1969年以降の河川改修に合わせて、沼の埋め立てが行われることとなり、姿を消した。埋め立てに際して、沼に生息していた船やうぐいは、市内村前地内の二式大沼に移植されている。括弧内は、流域の自治体、 ありがとうございます。